ケミ。な、何が？香川。こっちのうどん屋さんはですね、ライダーハウスのオーナーさんがおすすめしてたうどん屋さんが、なんて言ったっけ。あ、そうそう、そのうどん屋さんのこともチェックしとかなきゃいけないんだ。正月は帰りますが、ちょっと待った、ちょっと待った。1時間。ちょっと待ってください。昨日オーナーさんのおすすめの店の写真撮っといたんですけど、その写真をこの中から探し出すのは大変だ。有名ではないみたいですよ。オーナーさん有名なところとかも避けてそうだし。ちょっと待ってください。ああ、もうそこの写真たどり着くまで時間かかるな。マグナム絶好調、この辺りか。見づらい。ちょっと待ってください。今おすすめだったうどん屋さんの情報を、昨日の夜撮ったやつを、これだっけ。あ、三太郎。これじゃないな、こっちじゃないな、これか。ああ、これっぽい。名前がですね、名前が流しそうめん。名前どこだ。あった、大峰のうどん屋さんだ。大峰株式会社大峰敷地内。場所が都の商工より約700メートル。確かこれが11時だったと思うんですよね。11時半だっけ。食べログ、ここのうどん屋さんに行かなかったら私オーナーさんに殺されるんで。ですね、11時からだから時間的にいいんじゃないか。これあと30分、一周できるかどうかも分かんない時間になりつつあるけど、ちょっと待ってください。都の商工で土淵海峡からさらに向こうの方にいたところだから、あ、ちょうどいいな。うどん食うか。ただここのうどん屋さんも放送したらまずいのかな。オーナーさんとか嫌いそうだな。食べログ、あれって自炎を禁止、あ、自炎をその予防する仕組みとかあるんですかね。まあでもそれバレた時にもう一斉に人からそこを向かれるから、自炎するってことはものすごいリスク高いと思うんですけどね。生麺食べログ、ああ深く自炎しても、まあうどん食いついてに電話してみようかな。朝飯は7時過ぎぐらいにパン食っただけだから、もう食えるぐらいの腹になってそうなんだけど、あまり腹減ってないな。リッチギ？リッチギ？何でしたっけ？このうどん屋さんと、あと島の反対側にある放送局、まあ聞いてみるかな。事件、栃木。ここで、あ、自演のってことですかね。だからネット情報っていうのが早くて、自演やってそのこと自体が効果を上げるっていうのもあるけど、バレたり疑い持たれたりするだけでも、もうなんか人噂になって人が全く来なくなったりするでしょうからね。料金というのがあるので、そうそうやってるとこはないと思うんですけどね。ですよね。あ、しまった。さっきの写真の、ちょっと待ってください。あ、よかった。インデックスちゃんと残ってる。また探すのに1分ぐらいかかるかと思った。時間。食べログ。あ、食べログ。このうどん屋さんめちゃくちゃ分かりづらいってオーナーさんが何度も言ってたからな。この海峡沿いに行って、突き当たり左にずっと行って。ラーメン、うん、ちょっとあそこの照明暗かったからはっきり分からんな。といってもこれ多分なんて名前だったっけ、大峰、株式会社大峰で検索すれば出るはず。ああ、かなった。
現在地表示して、で、ひらがなで大見ね。あー、クソ出ない。こっちじゃないのか。ちょっと待ってください。出ないな。戻ったこと向こうのはずなんですけどね。地図で検索で出ない。デジカメ写真で撮ったんですけど、その地図がですね、正面、あの宿の中の正面が暗かったんで綺麗に撮れてないんですよ。もんやりしか映ってない。近くの九州、あ、ラーメンですか。本料、あ、というわけで世界一狭い土口海峡の横を通って自演、あ、なんですかね。そうか、そもそもやってみないと、最初まず人が来てない状態だからリスクを負ってでもそういうのやろうって人がいるのかな、店が。何が、ん、ラーメン美笹子大峰、あ、東証港の裏、この左前方の方らしいんですけどね。周りが明るくて、あのデジカメ写真も見づらくていろいろ難しい。そう、リギネスに載ってるってそこに書いてあるんですよ。世界一狭い土口海峡ギネスなんとか認定。うん、ここはあの小豆島の中で一番都会のあたりです。土庄の町、土庄の市街地。これよりもうちょっと南の方にも、あのさっき丸中とかイオン系列のあの店があったりするとこもちょっと店ありますからね。旧市街って言い方なんですかね、ここは。泳いで、あの距離は十分泳げるんだけど、這い上がることができない。返しがついてるし。これは生放送ですか、どうかな。で、のりですか、岩のり。すごい、すごい。のり銀、あ、横断歩道か。ああ、そういうルールなんでしたっけ、横断歩道は押して渡るって。それはなんか意識してなかったな。横断歩道ね、この自転車の枠はいいですよね。そう、ここも大概狭いですけど、これ川かな。土木海峡3万、福田港。おお、これ海ですかね。盛る数字を盛る。横断証明書、そうなんですか。今日はクロスバイクです。マウンテンバイクとクロスバイクがあって、今日はクロスバイク。この辺りですね、研究職かどうかも秘密。もう IT 系というところまでしか行ってないです、最近は。うん、また自転車も止まれって書いてあった。戦車、用途によるかな。輪行を考えると小さいとか軽いとかいうのがメリットになるんですけど、ああ、しまった、さっき写真撮ったからインデックスを元に戻った。朝日写真で昨日の夜写真に行って、でこの辺りだ、これだ。電車紹介は、あー、これなんだ、これなんだ、何が書いてあるか分からん。この先、この信号1個2個3個
3個信号を過ぎた先あたり、3個目の信号を左斜め前方に向かえばいいのかな。1、2、3、これ含めて3個だ。あれ、これ含めてってここじゃない。あれ、こういって、あれ待てよ、あ、これ逆方向か。あ、これ南北間違えてるか。動物海峡の反対側か。反対側だ。じゃあさっき地図に出てたあの検索結果が正しいんだ。あ、ターミナルのすぐ近くだったんだ。ターミナルまで戻るか、戻るか。ターミナルのすぐ近くだ。あらー、だよな。ちょっと待ってください。これターミナルだよな。ちょっと地図が暗い、暗い、地図が暗い。島でどっちが北かっていうのが、これが丸中、こっちがエンジェルスト。あと20分か。あれ、これが始まった。ちょいますちょいます。あー、インデックス戻った。もうもう GPS 持ってるんですけども、あ、あった、戻った戻った。あー、うどん店探してます。エンジェルロードはこっちだよな。これがエンジェルロードだから、あー、やっぱそうだ、殿将校のとこだ。いらっしゃいませ。うどん店、さっきのターミナルのところ。どんぐらい戻るんだっけな。2キロぐらいか。2キロぐらいだったらまあ戻ってもいいですね。後戻りするっていうのはものすごい精神的に負担がかかるんですよ。自転車乗り取っちゃ、しかも今日一周しようとしてるのに。うどんを、おお、何でしょうか。車の中から響いてますね。はあ、はあ、はあ。なんか流行りの曲でないように聞こえたけどな。お。お。お。トスの人かな、もしかして。よっと、よいしょ、ちょっと待ってください、下向けて、よいしょ。あ、見られてた方ですか。あ、ありがとうございます。よかったらやめてください。あ、ありがとうございます。これは迷ってるんです。ですね、フェリーターミナルのところのうどん屋さんらしいんですよ。昨日はライダーハウスにおすすめしてもらったのが、うんうんうん、あの地図の向きを180度間違えててじゃあもう、ね、向こうです。ですよね、はい、今通り過ぎてきました。うん、思いっきり通り過ぎてますね。なんか、なんだっけ、大峰か、大宮だ、大峰か、大峰ですね、うん、向こうです。なんかやっぱ有名なんですかね、地元で。そんな
ないですか。オーナーさんがもう死ぬほど押してたんで、そんなにも、そんなにもですか。でもありがとうございます。なんですかこれ。あ、シュークリームってこれもしかして38円じゃない、80何円とかのやつですか。いや、あのコンビニあるんです。あ、なるほど。あ、これもなんかオーナーさんに昨日そのこの近くの薬局でなぜかシュークリーム作ってて、あ、それは向こう、向こうあですかね、うん、それで80何円で、しかも夕方になったら3割引きしてるとか言ってました。向こうのね、ちょっと奥、奥側入るところ。あ、なるほど。今日やってるかどうかちょっとわからない、うん、ありがとうございます。いえいえ、じゃあ頑張って。あ、そうだ、あの別に何かあるわけじゃないんですけど、はい、突していただいたら名刺配ったりしてます。はい、こんな感じで裏一緒です。これいただきます。それはの自転車乗りの聖地の乗鞍ってとこなんですよ。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、頑張ってください、ね、あ、この近くにお住まいなんですか。いや、だいぶ遠いんですけど。あ、そうですか。今日実家に帰ってて、ええ、私倉敷なんですけど。あ、倉敷から今日パソコン見てたらやってたんで。なるほど。鳩が乗ってました。乗ってましたか。まあしょっちゅう乗るんで。ありがとうございます。じゃあ頑張ってください。ええ、戻りですね。ええ、じゃあ今日はこの島のその実家に帰られるんですか。今日は実家、ええ、倉敷の方帰ります。あ、なるほど。昨日一泊して今日帰る。あ、お気をつけて。ありがとうございます。じゃあ頑張ってください。ええ、ありがとうございました。あ、そうだ、お名前はなんか、お名前はどう呼びすれば。小手半が秋茶。秋茶さん、わ、はい、かりました。ありがとうございます。生主さん。あ、生主さんなんですね。車載とか。いや、あの、あ、家で普通に、ええ、ありがとうございました。頑張ってください。え、失礼します。すいません、ちょっとコメント今全く対応できてなかったですけど、アクチャさんという生主もやってる方らしいんで、あっという間に特定されそうだな。よっと。で、今日倉敷の方に戻られるんだそうです。昨日一泊してて、でコメント今から聞きますからちょっとお待ちを。というわけで、また女性の女性から突されたよ。参ったな、まったく。あ、これ昨日のあの秋茶さんでした。いや、参った。で、あのアクエリアス系のやつと、あとシュークリーム今いただきました。参りますね、まったく。女性に気ですよね。じゃあ参りついでに戻るかな。全く参るよですね。岡山は私はですね、あの片鉄っていうところ、前マロさんっていう生主さんと走ったことあります。あそこはいいとこだったけど寒かった。お疲れ様です。ググる。秋茶さん、多分ひらがなで秋茶さんなんだろうな。それか漢字であのオータムティーさんなのか。これだから全く困るな。ん？何言うんだよ。梅。そう、私甘いもの好きですから。おはようございます。高木秋。片鉄はもう真っ平らですからね。ただあそこですね、あの寒い時に、しかもあのあんまり日が出てない日だとめちゃくちゃ寒いんですよ。風は強かったかな、あの時。生です。あ、あの家で雑談配信されてる系らしいです。されてる系。あ、秋田さん、ありがとうございます。今車の中からですね。あ、片鉄ので、腹黒いに。そう、私はあの害がないように見える外観らしいんで、皆さん油断させますから。私は外観で無害っぽい人間ですから。あ、ポータミスダメだな。ポータミスさんじゃなくて、多分ひらがなのアキチャさんじゃないのかな。ん、何ですか。あ、どうです。岡山は、岡山は果物系に対してかなりプライドをお持ちじゃなかったですかね、岡山の方は。
どこどこの桃とかどこどこのぶどうじゃなかったかな、だったかな、ん、じゃあ産地桃とかうるさいですよね確か。この間山梨で桃食ってきたとか言ったらなんかいやいやいやって言われますからね。なんでか私は岡山と言ったら果物、あれこのコメント読み上げキック正規表現にできる、正規表現で弾けるはずなんだけどな、うまいこと文字列が重複しないような嵐コメントだったのかな今、すごいな。うどんはこれから開店が11時なんですけど、多分人がどうだろうな。ここは今きびだんごもありますね。でも私はきびお土産というか正しいきびだんごっていうのは多分食べたことないです。お土産の箱に入ってるやつぐらいしか。あと10分、まあ時間的にはちょうどよかったですね。どっちにしろ待てなきゃいけないからそれでちょうどよかったんですよ。そう思えばもう心も平穏に。正しくない、調査、あれなんであれすり抜けたのか分かんないんですよ、見たんですけど。もみじまんじゅう、そういえばもみじまんじゅうといえばぷよまんってまだやってるんですかね。別にぷよまん食べたいわけじゃないけど、あれってまだ商品として生き残ってるのかなと思って。硬いもんも福島、ああ、うん、カブトガニ食うんですかあれ。カブトガニって肉あんのかな。まあカニみたいな味なんでしょうけどね、多分カニとかエビとか。コンパイルでしょうね、あの感じ。エビみたいになんか身が詰まってる場所も少なそうだし。あれ天然記念物でしたっけ。そう、シーモンキー系ですね、カブトエビは。カブトエビ農法っていうのを前秩父の方でやってた。天然記念物だったらまあやばいでしょうね。カブトガニとカブトエビはサイズが何十倍か違うと思います。自転車紹介、カブトガニ、カブトガニの形はかっこいいですよね。本当に食っていいもんなのかな。私を食べないでください。あ、ムツゴロウ、グソクムシ、最近有名になっている大王グソクムシですね。カブトエビ田んぼの層です。毛深い桃か。ごま油臭がここまで来てきてる、すごい。笠岡か、笠岡は前笠岡屋っていう層で泊まったな。今確かあそこのユースやってないはず。あ、ここで左折ですね、さっきのところ。キビタンゴ、お、海外で何を、天然記念物になってるものってことですかね。戻ってきましたね、ビアンキ。あそこ干拓地とかあるんでしたっけ。庄美海岸、私はなんか阿光なんとかっていうあたり通ったな、あのあたりでは。で、私は毛深いですよ、結構。腕毛はまあまあなんですけど、すね毛とかはかなりひどいですね。橋どんや、マルキン醤油、確かこの辺りのはず。大峰、大峰レストラン、砂見ってキーボードのひらがな打ちでランコマンド打つと砂見になってしまうやつのは砂見じゃなくて、あれランって砂見でよかったっけ。場所は
もうちょっと先か。どっち行ったらいいかな、これ。この先から左入って川沿いに出て右かな。でまたなんか PC ハングしたんじゃないか、これ。たまたまあのコメントが切れてるのかもしれないけど、さっきのコメントは、あ、切れてただけだった、お恥ずかしい。よいしょ。バックはそんなスピードじゃないでしょ。止まったみたいですね。復旧しましたか、復旧しましたか。罰金。復旧してないですかね、電波っぽいですけど。カブトガニそうなんですか。開店まであと5分。復旧してないか。じゃあ確認しよう。電波だけじゃなかったのか。FM エリーのリトライ失敗してる。よっと。ああ、サーバーエラー。もう一回。どうする？昔来た時はどうだったんだろうな。ああ、ダメだな。サーバーエラー。通常配信で傾いてるな。これでどうかな。あ、音いってない。よっと。あれ音声いってないな。というかそもそもいってないな、全く。あと延長しないといけないんだけど、延長タブが出ない。ちょっともう一遍接続し直し。あ、そうか、さっき延長したんだった、そういえば。やった。放送画面だとこのぐらいが水平かな。うん、やっぱり GoPro と角度の違いがあるな。こう。あ、映像音声流すのがオフになってたな、これ。あ、行った。うん、お待たせしました。途中から電波が今一瞬切れた後にサーバーエラーが出てて、で通常配信です。戻りました。でも通常配信です。で道はですね、こっちの方に行ってから、この辺りになんか小川が流れてる。紙芝居画質が、ただめちゃくちゃフレームレート落ちるんですよね。この辺りにあるはず、そのおすすめられてたうどん屋さんは。ボラギガスから申し訳ない。画質、あ、そんなにいいですか今。そう、サバの木場製麺所、これそうめん屋さんで、大峰じゃないな、ここは。南海トラフ地震、うどんの看板で、うどんの上り出てきた。この辺りか。ここがそのさぬきの光を使った、これだ。あったあった。定休日水曜日だから今日やってるはず。やってるというか、あと2分で開くはず。で、製麺所やってるところが地元の人の要望で食べさせるようになったっていうパターンらしいです。味は2玉で320円らしいです。というわけで、配信できるかどうかは聞いてみるかな。
大峰です。本日のおすすめ梅そぼろ超440円、第540円。他にもあるのかな、さぬき米、おいで米、さぬきの夢だった光だったっけ、とはまた別みたいですね。梅そぼろオンラインゲーム鬼武者ソウルでご当地アイテムになったよ。どういうこと、梅そぼろっていうのがそのゲームにネタとして出てきたってことかな。さてじゃあ昼飯、昼飯オーストラリアらしいですねって言ってましたよ、オーナーさんが、ライハのオーナーさんが。で放送できなかったら私は一人で食ってきます、放送せずに。ポタファイどっち入れたっけ、こっちか、原価値上げするってことはやっぱりその売り上げに影響出るわけなんで、そこは計算してるでしょうね。ただ便乗してあげただけだとそれでお客離れたりするだろうから、なんかどうしても店弁護するみたいな言い方になってしまう、放送だと。放送してないときは別にそこまで言ってないんですけどね。愛してる。じゃあですね、そういきなりカメラ持って入るとなんか問題あるかもしれないから、まず聞いてこよう。聞いてきてダメだったら一旦配信切って食ってきます。ちょっと待ちを。
コメントに始めますか。あ、これ店内 BGM が YouTube の動画に引っかかるな、多分。フォーカスオンにして、どうこれで映ってますかね。フォーカスがいつ合うかちょっと画面見てないんで分かんないんですけど、梅そぼろの冷やの方で大と、あと今揚げたてのちくわと、あとごぼう天です。また揚げ物いっぱい食ってしまうな、これね。今 GoPro 用にちょっと角度ずらしました。じゃあ、フォーカス合わなかったですかね。見えない。フォーカス合ってますかね。ウベスボルのヒアの台とごぼう揚げたてのちくわ天と、あとごぼう天、おはようございます。つゆはこれ、じゃあいただきます。うまい。昔あの高松市街地のサルキアっていうところで感動するほどうまいサルキアが食ったことあるんですけど、これめちゃくちゃうまいですね。多分粉の味もあるんだろうけど、コシもめちゃくちゃうまいな。ちょっと普通に食べますんで。麺が少しだけ太めで、
んの少し柔らかい層が表面だけにあるんだけど、中コシがあるっていう。めちゃくちゃうまいな、これ。サルキうどんのこだわり、それとわかんない私ですけど、すごくわかりやすい美味しさ。添え木の敵の玉と全然違うんですけど、中は芯があるわけではないんですけどね、うまい。できるだけマイク近づけて、私の声が逆に勝てば、もしかしたら YouTube チェックに引っかからないかもしれない。100%らしいですよ。骨壊すとこだった。でもマジで見た目あれですけどね、店ね、大峰っていうところです。大峰、確か大峰のうどん屋さんって書いてあったかな。うん、油っぽくないですね。ここでは進み合いだてじゃなかったな。香川のサルキュード有名ですよね。おじいちゃんがそれだけサルキュードンって画期的に流行って、それの弊害もあったみたいですけどね、流行りすぎてそのお客さんに対応できなくてやめたとことかもあるらしいので、小豆島香川県です。ちょっと温かいお茶もらってね。
さんが口の中チクチクする。なんか YouTube 動画で、この BGM のせいで、脳に作業とか早送りせざるを得ないかもしれない。大体2倍速にしたら、音楽チェックに聞こえないんですけど、それだと何言ってるか分かんないんですよね、人は。まだ食える台ではあるけど、さすがに食いすぎになるよな、これ台だし。そうですね。香川県の正月のあんこ入りのやつでしたっけ。いや確かにまだ食えそうな感じではあるんですけど、ちょっと食いすぎかな。麺の味だったらやっぱり冷たい方ですからね。だんだんやっぱり形が変わってくるから、すごくいいから。うまかったわ。いやでも確かにめちゃくちゃうまいんですけどね。ササミシンってあまり腹減ってなかったので、なんでこんなに食えるのか不思議な感じがします。あともう今ごぼう程度が食っちゃったし、残して温かいのカビいっぱい食ってもよかったかな。一周してきたら明日また朝来るかも。岡山に行くんだったらこっからだから、さっさと来れるかもしれないな。財布と下にトイレはあるからちょっと借りてこよう。いやまた来たいです。明日来れるんだったら本当にまた来たい。岡山当たるんだったら確かこの章からだから、そうフェリー乗る前にここで食ったりできますね。私がそのサルキュードで今まで食ったのが一番感動したのが、高松市街で今もないんですけど、サルキュアっていう漢字で書くサルキュアっていう、居酒屋系の土屋さんみたいなところ、恐るべきさんっていうので有名な、なめこ冷やおろしっていうやつなんですけど、それになんか結構近い感じだった。あそこよりもこんな少し細くて、向こうの方がちょっと柔らかかったかな。でもここは1番目か2番目に感動した踊りだったな。頭にコメント、本当追いつけないこれじゃ。前期教育。あ、そういえば、醤油ソフトと言ったら、
マルティン醤油は行く価値なくて、山なんとか醤油ってとこに必ず寄れてオーナーさんに言われたな。めちゃくちゃうまかったですよ、本当に。多分かなりの人に同意してもらえると思いますね、この美味しさは。歯応え、表面がほんの少し柔らかくて、なんか結構しっかりコシがある感じの。2時までか。フェリー乗るんだとしてもどうだろう、タイミング的には行けるかな。よいしょ。そう、11時から2時まで、しかも弾がなくなったらもうそこでおしまいなので、いや、また空気ですよ本当に。まあ個人的な好みもあるんだろうけど、むちゃくちゃ好きですね私ここのは。あのライダーハウスのオーナーさんに勧められたからっていうので来はしたんだけど、そうじゃなくてたまたま見つけて入ってても感動してるだろうな、これは。3軒目、粉の味っていうのはどのぐらい今影響してたのかな。どん屋さん、まあこの味だったら、でもそうか、有名、そんなに夢でもなかったないというか、そうか、さっきの秋茶さんこっちに住んでるわけじゃないんだ。確か倉敷の方の名前にしたんだったかな、さっきの秋茶さんは。感動するほどうまかったです、びっくりした。台はちょっと多すぎたかなと思ったんだけど、全然そんなことなかった。まあうまかったからなのか、たまたま腹にまだ余裕があったのかわかんないけど、スルッと入りました、スルッと。そう、なんかやっぱそこまで影響するんですかね。しかも都の城フェリーターミナルのすぐ近くなんで、あの裏側なんですけどね、フェリーターミナルから見て、あのなんか住宅地っぽいところに入った裏側にあるんですけど、この用水路的なところ、この島、さすがに小豆島に来るそのためだけには来ないと思うけど、来るんだとしたらまた来るな。止め慣れてる。でもうまいですよここ、個人的に超好み。
あ、お届け了解です。ご指摘ありがとうございます。さて、じゃあここから FMLE も聞かなくなったんで、じゃあちょっと画質落としてコマ数稼ぎますかね。場所的にもすごいところにありますよね。分かりにくいどころじゃないし、そもそも看板出てない。少し画質落として、でオートフォーカスを、分かりにくい、なんかそういうイメージありますよね。地元の人向けにその製麺所がうどん提供も、あのこういう店頭で食べるのも提供し始めたって話らしいんで、大阪、そう、製麺所が、あ、これいつからやってるんですかね、ここは。店内結構新しい感じだったんで、さぬき、あの恐るべきさぬきうどんって、あのエッセイではそういうところがもうものすごく評価高いんですよね。いかにとんでもないところかとか、場所的なところとか、あとものすごく適当にやってる店なんか人気ありますよね。で、私ももともとそういうのが大好きなんで、ん、どの衛星、試験が、あ、そういうこともあったのか。で、ここの今のその大峰製麺所ですかね、大峰っていうところの社長はなんか麺協会の会長でもあるらしいので、何らかの麺協会の、なのでそういう下手なことはできないらしいです、そもそも。金泉、楽しく、ありがとうございます。で、こっち行くとさっきの都農商ターミナル前ですね。またまだそっちから入ったら近いのかな、金泉。そうそう、製麺所でそもそも店じゃないっていうところがあるみたいですからね。ん？で、またフェリーターミナル。さて、じゃあ一緒に戻ります。あ、そうだ、宿に電話しとかないと、忘れないうちに。もうそろそろしといた方がいいな。っていうか、今日の夕食頼むことはそれじゃ難しいかな。一泊二食5000円後半だと思うんで。そうそう、ネギ、そういうところ私が行った時はもうそういうのは、なんだっけ、あそこなんていう、なんか兄弟のうちの弟さんだっけ、 お兄さんの方だっけ、ターミナルに夕食、ここですか、あ、サイクリングターミナルか、あの二食提供してるらしいですよ。電話かもしれない、もうやばいでしょうけどね。ネギ取ってきたり、じゃあ、携帯番号とか言うことになる可能性が高いんで、離れたところで予約してきます。
電話に電話おっと電話に電話。というわけで、もう少し後で電話してみて、それでもダメだったら今日はそもそもやってないという前提で別のとこ探してみるかな。電話に電話。でもその怪しい公式サイトの記事を見ると11月のやつもあったんで、ですね、今年11月の記事で就職活動についてなぜか書いている記事だった。怪しさがですね、書いてある内容がその宿の公式サイトとは全く関係ないブログ記事みたいなのがただ書いてあるだけなんですよ。で、宿の情報一切書いてないし、カタカナでエリエスで、エリエス層でちょっと検索してみてくださいよ。皆さんびっくりすると思いますよ。宿のその、いらっしゃいませ。エリエス層びっくりしますよ、サイト見たら。ちゃんとして、いや、あれ、ノリもよくわからない。ギャグだとしてもわかりづらい。詐欺サイトに見えます、なんか。というわけで、今日3回目の若葉食堂前だよ。でも本当うどんうまかったな。行ってみてよかった。アリエスじゃなくてエリエスですね。また若葉食堂。どんなうどん、ですね、表面が少し柔らかいんだけど中の方は芯っていうかコシがあって、まあ表面柔らかいというのは多分全部そうなんだろうな。うまかった。大盛りビアン、あ、ちなみに島宿マリっていうところが、昨日ライダーハウスのオーナーさんも言ってたんですけど、ライダーハウスのオーナーさんで今日なんか言ってる、島宿マリっていうところが一番満足度高いって聞いたんですけど、一人一泊3万とかそんなとこみたいです。ものすごく評判いいとは聞くんですけど、それはその2万3万クラスの中でも飛び抜けて、料理とかいろんな設備とかいいってことなんでしょうね。ん？何サイト？エリエス層のサイト見てもらいましたか？街灯が、この街灯よく見るような、んライダーハウスの1000円かな、そう1000円で泊まってきました。まあでも宿泊施設というのはちょっと違うんですけどね。いや、寝袋オンリーか。うんマリチャリ番組、なんかローカルチャリ番組あるって聞きましたよ、昨日の夜。いや、か道の駅の軒先で寝ることになりますけど、多分私は寒さに耐えられない。そう、町営と書いてあるんですけどね、サイト見る限り怪しすぎてちょっと嫌になる。リンダリンダ、リンダリンダって言ってた。そうそう、ん、大きいテレビ、そうですね。ただ今からライダーハウスにやっぱ止めさせてくれって言うと、オーナーさん怒る危険性がある。散々なんか聞かれて、投げやりで、なんかそんな風に見えますよね。びっくりしますよね。そう、怒られると思う、多分。あとさっきの大峰のうどん屋さんの感想を5分ぐらい話させられると思う。うん、いや明日帰ります。今日まだ泊まります。ん、どこで泊まった方が。ただまあライダーハウスになんかそのお布団の用意とかがあるって話だったんですけど、寝袋前提でいいですって言えば止めさせてもらえるかもしれない。ただまた夕方暗くなってから坂登るのもな。ターミナルの、これから一周に行きます。日が暮れるまであと5時だとして、5時間ちょいで残り50キロ以上あるはず。今から多分一番最後はスキップできるんですけどね、ショートカットできるんですよ。景色、そうだ、忘れてた。
これから北側、島の北側の方に回り込むんですけど、そっちは電波弱そうです。ダメになったら諦めてもう放送機で進みます。 GoPro 録画だけしながら失礼いたします。この放送は敷居の高い放送ですとか、とりあえず行ってみる。そう、あなたシスじゃないので。コマンド、持ってこいって書いてありますよね。あれどう思いますか。それわざと怪しがらせてるだろっていうぐらいの内容ですよね。しかもそれについてあのギャグであることを示すフォローは一切ないっていう。真面目、本気で書いてるのかなって不思議になりますよね、あれ。しかもあの書き込み社名がアドミンになってるし、隠そうともしてやしね。そう、これが土淵海峡です。今日2回目。うん、そう、連絡先もないんですよね。あれが公式ページなんですよ。他のとこから公式ページってリンクしてあって、あれ一体何のつもりでしょうか。もしかして本当に宿としてもうやってないっていう可能性あるのかな。海峡こっち側の割と広く見える方、向こうの方は信号渡らなきゃいけないんでめんどくさいな。昨日も行ったしな。まあこれが一番狭いって言われてるあの海峡。ん、セミ、あれ高度な釣りなんですかね。連絡先も何もないですよね。料金もかろうじてその嘘っぽいコメントの嘘っぽい感想文の中に含まれている6000円弱っていう情報だけしか分からないんですよ。3人で行ってあの6000円、1人6000円弱らしいということしか分からない公式サイト。どんなんだ。ん、川、そう、さっきの、まあ、運河海峡ですね。島と島の間の海の狭くなっているところだろうと。あのサイト見たら止まる気が失せますよね普通。ん、何が低い。あ、しまった、曲がる場所間違えたな。うん、セブンイレブンありましたね。でも飲み物はまだ昨日買ったお茶が9割残ってる。ビーチフォアですね、ありますよ。この都農町市街地にあります。ただあの一周してきてここまで丸々戻ってくるのか、途中の草壁港っていう、そのあ坂手港かとか草壁港とかあの辺りまでで済むっていうのでちょっと差があるんですよね。だからできれば一周未満のあの辺りで宿取りたい。あ、国民宿舎さっき通ってきたとこじゃないですか、あのふるさと村のところ。ハードプレス、あのサイトですかどうせだったらもうちょっと先進んでから、これ昨日のあの小学校のところの道かな。高級車、怖さですよね。あの下の方の文章を見るともっと怖いですよね。あの作業服買いましたとか LED 照明始めましたとか、あの夜の作業のために LED 照明投光器を導入しましたみたいなこと書いてあって、え、夜の作業って一体何のことって思いますよね、宿のサイトで。夜の作業って何のことだ。すごいですよね、あのサイトは。ネタなのかな、あれは。あ、違った。これも違う。関係のさ、怖いですよね。よっと。セラミック、あ、セラミックって何なのって記事ですね。どのサイト、あの、カタカナでエリエス。カタカナでエリエス層、あの層って宿とかの層です。エリエス層で検索して公式サイト見に行ってください。きっとあなたを驚かせることができると思います。自動、あ、これ自転車はもうダメか。うわ、あれ何のことなんですかね。わざとか、やっぱりあれわざとじゃないですかね。まあ値段的には不服ないですからね。あとでもう一遍電話してみよう。それでもダメだったら別のとこ探さなきゃダメですね。昨日ユースの人にどこか紹介しましょうかって言われたから、ん、タイヤ大丈夫だと思います。
あのパンクしにくい重たいタイヤですから。正直に。なんか限定プランとかありましたっけ？そんな情報書いてないですよね。営業してないんじゃないかなと確かに思うんで、電話番号は別のところの公式サイトへのリンクが書いてある宿情報のサイトに載ってたんで。でも町営ってことはちょうどいい、町営でやってるってことは多分省との違う右、いやこっち側でいいはず。これ昨日も通ったところですね、小学校前。引かれてみない。ん？よして。どこ行くん？小豆島一周、これから。天まで伸びろ、淵小湖。ここの時に。住所エリアスない、あのリンクしてる元の方には公式サイトへのリンクを書いてあるページにはあるんですよ。あ、都の小町のサイトにリンクないですか？そう、私それ調べてみようとさっき思いついたんですけど、都の小町の、そう、自称町へとかだったらさらにやばいな。一体何なんだろう、あの情報は。持ってこいだよって自分で書くなよ。自称町とか何なんですかね、一体。さっぱりわからん。小豆島のユース、今日はメンテでやってないんだそうです。超残念。9年ぶり泊まろうと思ったのに。10キロ先取り抜けできません。やっぱりないんですね。そう、貧乏旅行って書くの自体も普通は宿サイトがそんなこと書かないですからね。その自演するにしたってないような、あれは。そうそう、そういう点も含めて全く意味がわからないですよね、あのサイト。エリエス層、現地に行ってみたらもうそこでやってなかったらアウトですからね。とりあえず電話してもう繋がらなかったら別の宿探しましょうかね。と言ってもそんなに選択肢ないんだよな。隠しページ、なんかバックパーカー宿的なものがあるといいんですけどね。いらっしゃいませ。今のところ天気大丈夫です。うん、立派な、ああですかね、役場。そうですね、隠しページへの、本当か。昼飯ですか。昼飯はさっき超美味しいサヌキうどん食ってきました。びっくりしました。ものすごく私好みのサヌキうどんでした。止まらないけど。できなかったら高松に戻ってビジネスホテル探す可能性があるかも。なんか草壁港、坂手港のあたりで宿ないもんかな。縦海、ああそこまで分かりづらくする意味があるのか。民宿はですね、都の庄のあたりになんか旧館と本館がある民宿があって、そこはむちゃくちゃ安いんですよ。3000円台だったか、素泊まりで。だから都の庄まで戻ってくるんだったらそこを候補にできるんですけどね。頑張って戻ってくるかな。ん、国民宿舎、国民宿舎って今日通ってきたとこじゃないのかな。そこまで来るんだったらもうこっちまで来ても一緒ですけどね。え、駅、この島駅な、鉄道なか、過去にも多分なかったと思います。離れ島なので。あれなんでしょうね、
ないです。駅は観光案内があるとしたらあのフェリーターミナルのとこですね。道の駅は途中あった。あ、しまった、行き過ぎた、分岐を。ほとんどイカ略なんですか。ほとんど9キロ先通り抜けできませんって書いてあって、迂回路が少し手前にあったんですよ。今閉まるとこに、あ、本当ですか。じゃあ本当に今やってないんだ。さて分岐戻らないと。途中まで行ってる車は結構いますね。原付が電話はそうですね、あの使われていませんではなかったです。線路、まあフェリーのところには観光案内所あったけど、私が昨日朝午前中着いた時には閉まってた。そうか、ないのか。まああのサイトの感じと今のその電話がつながらない感じで、まあその可能性がありますよね。帰りはあの新幹線です。 U ターン、あの迂回路がこっちにあるんですよ。今から行こうとしてる先の道は今は通行止めになってるらしくて、オーナーさんもその完全止は今できないって言ってました。猫だ。あれどこだ、分岐ここか。ん、好きこれかな。汽車が、え、汽車、これはエレベーター付きのお寺さん、霊場。お子さんがいましたね。今私アイコンタクト取らなかったけど。また事案とか言われるじゃないですか。もう今世の中ヒステリックだから、ヒステリックジャパン。ん？食堂？エリエッソーの、確かのエリエッソーのその公式サイトっていうところのあの記事の日付、新しいやつありましたよね。確か今年の11月の分なかったっけ。聖書、視線の視野に入っただけで全くヒステリック。廃材で、ふう、やった。あれ、あそこが殿将校ですね。で、あっちの方、あの島の先端のちょい先端方向のあそこが角屋のごま油製工場です。さて、うわ、セラミック、あ、11月にはそうですよね。どういうこと。うん、エレス思ってないですか。やっぱりじゃあ営業はやってないんですね。ん、東中野、東京ですか、あれ、あの記事の。そうそう、マッサージ屋さんの情報記事もあったの見たんですけど、あれ東京の話だったのか。ますます意味がわからん。ああ、じゃあどうしようかな、宿は。関連ですよね。関連がわからん、あれ。いや、朝礼は前そうだったんじゃないですかね。それをやらなくなっただけで。おー、フェニックス。2500円、どこでしょうか。
島内ですかそれは。いや、それかあれかな、都庄の、食堂、あそこ、そうなんですか。人も、そうか、ツイッター検索って言ってもあったか。テント持ってきてないです。今のぞくやったら凍える。今なって都庄っていう話でしたよね。確か新旧があるビジネス民宿みたいなところがあって、そこは確か小豆島町のサイトに載ってました。町さんが小豆島来ました。大丈夫、電源、そうですね、なんかですよね。11月、エンジェルロード見ました。昨日はエンジェルロードがつながっている時で、今朝は道がない状態で見てきました。マジでなくなってましたね。11月、あれ新しいな、なんですかね。もう情報は公開してなかったけど、その私が見てたリンク元のページ見て電話して、今こういう状況なんだけど、まあ泊まるんだったら泊まってもいいよみたいなこと言われたのかもしれない。ツイッターがなんでわざわざそんなことを。今これお客さんが来るとまずいはずなのに。そう、天使のあれ、天使の なんて書いてあったかな、日本語では。山越えってことじゃないですけど、もう標高70ぐらい来たな。一応ミリランド分、京葉読売ランド駅から読売ランド入り口までぐらい登りました今。エンジェルロードは潮の満ち引きで、すぐ近くの島への道が現れたり消えたりします。あまりギリギリの時間に行くと本当に取り残される可能性がある。トンボロ、サスとかサシとかの話ですね。ん？道、エンジェルロード短いですよ。 200-300m くらいじゃないですかね。そう、読売ランドぐらい。最終日、SD カードか。SD カードで、ちょっと暑い。電波ダメですか。北の、道があるところまで。まあここは電波あるそうですね。あっち。手ぬくい持ってきてないから。汗かいたら目に入る。気温上がってきたな。よいしょ。57分、あ、そうだ、延長は延長、できてるな。
ウェブカメラも音声も消えてはいないので、電波ですね。進みます。っていうコメントすらいかない。向こうの方から人の声が。コメントすら上り方向の速度が全く出てないのか。いりそうないっすね。あ、来ました。ただ電波悪いだけみたいです。お、夢。あ、そうそう、2009って新しい品種らしいですね。三力の夢をさらに改良して、それも昨日聞きました。しばらく山中走って、昔だったらそれできたかもしれないですけどね。にしてももうこんな年齢の人間がやってきたら昔でもダメだろうな。なんかそう、少年が頑張って旅行してたりすれば止めてもらえたりするんでしょうけどね。まさにサイクル野郎の世界。お、猫だ。今残念ながら映像いってないっぽいですね。この群だと猫4匹もいる。で逃げる。やった。映ってないかな、 GoPro でも。影の中だったから。あれ、まだ飲むのか。標高100。なんで。うわ、フォトひどいな。それかこれはゴミ集積場かな。
もうピーク。標高ほぼ150か。お地蔵さんだ。涼しい。あれあれ、登ってる。お、来た。どうだ。また止まってんな。よっと。あれ切れてる。止まると熱い。ハングしてる。ゲートリベトは、こんにちは、カブト、ログアウトしました。お、再接続を開始します。よっと。あ、つながってない。コメントセサーバーに接続するまでかな。カラオケ道場山。やってるのかなこれ。でも植木鉢の植物は枯れてないからまだやってるのかな。あれはもう一遍確認。ドン。あ、これで開始ボタン押せるか。嘘、早いな。これで、あ、いた。
電波がなかったのかマシンがハングしてたのかよくわかんないんですけど、しばらく全くコメントも聞こえてませんでした。山から、でもまだ山です。カラオケ道場山というのがこの山道の中に突然あるんで、多分これタヌキが経営してんじゃないかと思うんですけどね。まだ標高140ぐらいのところ、さっき150のピーク越えてきました。ので、ああ今日の宿どうしよう。あ、そうだ、でも道場表から見たらどうかもちょっと確認しとくか。ここに一生のうち二度来るかどうかも分かんないし。ため池そうですか。山中だからできるのかもしれないですね。防音設備必要ないし。でしたが、あ、切れた。やってないんだろうな、きっと。こっちの方に正面入り口があるかと思ったら、そうじゃなくて、それが正面入り口だ。いや、なんですけど、あの植木鉢の植物はまだ綺麗なんで、少なくとも人の手は入ってると思うんですよ。これ、造花じゃないしな。あ、はいよ。じゃあ、あのサイトに書き続けてるのは一体誰？公式サイトに、わけのわからんブログ記事を書いてるのは一体誰だ？カラオケ。うん。のためがそのサイクリング、いやでもサイクリングだしな。会員制、あ、さっきのところで、スナックじゃない、カラオケ道場山の後はまた山道ですね。でも段々畑があるから、この辺りは完全に人が入ってないわけじゃないんだ。痛そうで、あ、なるほど。でも2013ってことは今年までやってたわけですね、やっぱり。おお、なかなか。そう、カラオケ屋さんと近くに棚田っぽいのが。でも民家はないんですよね。これはため池跡かな。あ、一応水はまだある。山って。山川ってもともとどこが元ネタなんですかね。そんな推測されそうな。カラオケ、こっから右の方だよな。場所的に面白いですよね。山川、そうなんですか。なんか映画とかに出てきたわけじゃないのか。ドリフコント、え、そうなんですか。なんか全然ギャグっぽくなってないですね、山川だと。なんすかで、いや、急ってほどじゃないです、普通です、普通勾配です。でもまた登ってますね。しかしこの真昼12時台なのに、この日が傾いてる感は、さすが12月。都農省と、あ、泊まりたいのはですね、草壁港とか坂手港とか、あの辺りです。そっちがダメだったら、都の省のもう一応調べたものがあるので、そちらに電話してみようかなと思ってます。ああ、中心蔵なのか。じゃあ、まあ実際にそうだったかは別として、その中心蔵の逸話の中に出てきたってことなんですね。なあ、そうか、それで敵味方区別してとか。お茶。
お茶。なるほど、ありがとうございます。勉強になりました。で、私が小豆島の公式、小豆島自体の公式サイトの宿情報で民宿とか見たら、だいたい東庄の方しか引っかからなかったんで、確か民宿とか公共の宿っていうカテゴリーで見ると東庄の、まあ、昼飯はさっき食ってきたので大丈夫です。エネルギー切れになったらまだマフィンがある、干し柿もある。お ここは営業は今してないみたいですけど、営業以前にこれ店かな、家かな。あ、民家だ。この辺り民家いくつかありますね。まだ登るか。一旦完全に下り切るか、下ってしまうかと思ったら、水を入れればしばらくまた平坦だと思うんですけどね。お、あ、あのなんだっけ、あの反射を鳴らす鉄塔、ログは動いてます、大丈夫です。 GPS ハングすることがあるのが怖い。この間気がついたら1時間ぐらい取れてなかったですからね。あ、動物といえば今朝朝ごはん前に、あの朝ごはんあっただっけ、あの別荘地の端っこの方の展望台見に行った時に、行きに大きな鹿一頭と、あ、違う違う、帰りに大きな鹿一頭見たんだ。あと今日配信始める直前ぐらいに、あの別荘地から下る途中に鹿二頭見かけました。あの辺りかなり鹿多いですね。おお、なんか開けた集落がこんなところに。そう、鹿とイノシシと猿と、あと何がいるって言ってたかな。イノシカチョウと書いてイノシシカチョウと読むんですね。動物、オーナーさんに聞いたんですけど、アナグマっていうのは知らないそうです。タヌキはいるそうです。やっぱタヌキかな、あれ。多分動画見ても分かるような映像にはなってないと思うんで。で、ここあの神社かと思ったら滝宮かな、滝宮自治会館って書いてありますね。お、びっくりした、いきなり話し声がしたから。なんか警備員みたいな人が腕に向かって今喋ってた。腕ってことは、あれ電話あそこにくっついてるのかな。あ、警備員じゃないや、あの日本郵便の配達の人だ今のは。深呼吸。この辺りいいですね、集落の感じ。しかし思ったより暑い。空気が冷たいけど日に当たると暑い。スマートウォッチ。日本郵便の配達の人はどういう通信機器持ってるんですかね。二の腕あたりに向かって話しかけてるように見えました。あ、 塩だけのおにぎりもご飯が甘く感じられていいですよね。でも横行ったらごま塩の方がいいな。腕時計、携帯っぽく見えなかったです。 Google グラスか。 Google グラスは運転とかだとまた、規制が大変そうですね。技術的に可能でもそれが安全性に影響がないという証明するのが難しいだろうしな。あのパテレーバー2に出てきたあのフロントウィンドウに投影するっていうのは、いいですねっていうのは、あのフロントガラスに反射させるタイプのっていうのはどうなんでしょうね。マトン線止まってますか。ライタン
かに、そうそう、ヘッドアップディスプレイかな、かぼちゃかこれ。あ、来てます、よし。音声がさっきなんか小さいって言われてましたよね。その後でかくしましたが、ヘッドアップ、ああ、ヘッドマウントとヘッドアップっていうのがあって、ヘッドアップが実際に視界に重ねることを指すんでしたっけ。 HUD、 ん、夜が、あ、音声ありがとうございます。そうそう、脳みそが直に外の環境を感知してるわけじゃないので、いや、ダメだ、全然勢い足りん、失速、ふう、失速。数秒でした、やった、勢いつけたら結構いけるかなと思ったら、そう、この辺り棚田で綺麗ですね。この辺りの集落なんて名前なのか知らないですけど、景色的にいいですね。棚田、そうそう、天空のおやきって名前食べたことあります。秩父の石峰峠の近くだったかな、あれは。天空の里みたいなあの名前の、うわ、棚田デカルド、あ、でもあのこの世が幻かどうかっていう話は SF の中にもよく出てきて、あるある、これで島の何周分ぐらい回ってきたかな、3分の1も回ってないぐらいかな。フィリップ・K・ディックは電気羊と高い塔のとこはそれほどでもなかったな。あとフィリップ・K・ディック何がありましたっけ。トラヨトラヨはベスターだったっけ。フィリップ・K・ディック、あ、トータル・ディックもそうでしたっけ。フィリップ・K・ディックはそんなになんか印象残ってないんですよね、強くは。私はグレッグ・イーガンとかがものすごくあのややこしいんだけど面白い。あの純烈都市とかも面白かったですね。またリコール、おばちゃんが割れて中からシュワルツェネッガーが出てくるイメージ。そうそうそうか、あれはフィリップ・K・ディックだったのか。剣道、あ、もう少しで海沿い出ますかね。そしたら多少は平地がある。サイバーパンクといったらニューロマンサー系ですよね。あとブルース・スターリングスって何書いてたっけな。あ、そのあたりまだ読んでないんですよ。映画のタイトルでしか知らない。そのあたりも仮想現実なのかどうかみたいな話があるのかな。いいですね。で、気温も今そんなに暑くも寒くもなくなってきたんで、ただこれ今坂登ってきた後で今風当たってるからかな。そうだから、自分がそのいろんな感覚器官を通して脳で認識している以上はそれをごまかされてないという保証はないですからね。証明しようがないからという話も SF によく出てくるんですよ。あとはその、例えば脳内配線でただ幸せな気分感じるだけの配線にしてしまったときに、本当にそれは幸せかとかって、トマトかよ。
ちょうどそれがあのグレッグイカの幸せの理由とかだな。あ、延長がもうそろそろか。電波なのか不具合か。あ、した。今行ってる感じですね、転送速度は。うん、今映像音声行ってそうな感じですけどね。あ、行ってますね。何話してた？脳の認識の話をしてました。おお、結構景色いいですね、ここ。独り言タイム、グレッグ・イーガンの小説の話とかしてました。おお、あそこなんか養殖してんのか。広角機動隊も結構そういうのありますね。目を盗むとか、過去の記憶を上書きされるとか。向こうの方になんかの雨季が一直線に並んでる箇所があちこちあります。よし、え、3月8日って今年ですか？いや、でも私は明日休みですけどね。休み取ってきてますけどもね。また明日うどん食べに行こうかな。おお、俺の目を盗みやがったなっていう話は。仕事、確かちょっとなんか月曜中にたまる可能性がある仕事いくつかあって、火曜日朝一で処理しなきゃいけない。でも夏休み以外ではなんかあんまりこういう休み取ってないんですよね。やっぱりその年間、例えば20日支給されてても20日は使い切れない。プログラムですか？動画公開ページのプログラミングはしたいんだけどな。20日間ですね、年間。でもまるまる使い切ったことはまだなかったんじゃなかったかな。寝坊とかでなんか使ってごまかしたりすることもあるんですけど。冬休みは、今年は何日からだったか覚えてないです。でも大体いつも1日ぐらい早く休み取って激混みの前に移動してます。夏休みは2日間必ず取るようになってて、連続で。私はそれにもう2日3日ぐらい足して丸1週間休んでます。あ、法律で決まってるんでしたっけ、20日間とか。丸々20日使えないですよ、なかなか。そんなに休めないっていう状況ではないんだろうけど、休みづらくはあるな。プラモですか？私は100円コーヒー。最近戦車流行ってプラモもそれの煽りを食らってはちょっと意味逆か。戦車プラモも結構活況になってきてますけど、私はプラモはガンプラしかやったことないな。しかも中に麦球仕込もうとしてうまくいかなかったり。オスプレイ、ああ、戦闘機はいくつかモデリングのために買ったことがあったな。結局モデリングしなかったけど、フランカーとオスプレイ買ったことあります。ん？フィニッシュ。ああ、入院。ん？浮き玉。あ、麦球か。あ、音声、映像来ないですか？カメラがまた切れたかな？ん？モデリング。CG は私は大学の頃にちょっと CG をかじったりしてましたね。かじったり。ああ、なんか、かじるとかまた、すかした言い方だな。ああ、映像止まってますね。どこ走ってるかというと、あれ、今ここ止まってますか？これでいったかな。なんかウェブカメラも音声の方も USB のところが切れるような感じなんですよね。
何か映ったかな。あの再認識させるためにウェブカメラをから一瞬内蔵あの PC 内蔵カメラに変えたんですよ。今ここは、いや行ってるっぽく見えますよ。今ここはまだ送信できてるようです。鼻くちゃ、鼻くそネタも好きな人いるんだよな。うんこネタとかも。この小学生が、そんなこと言ったら小学生に失礼だけど、この小学生が、ん、何が好きそう。あ、星がちょっとだけ押してある。まあ、来てますよね。え、音が、ん、下品、なんか音がザラザラ言ってますね。読み上げの音とか、なんか今音声的に、あ、もしかしたら音が割れてる感じですかね。ガルパンの、キャラクターの方はですね、萌え系に走ってるとちょっとあれかな、抵抗あるな。私個人的には萌え否定はしないんだけど、好きかと言われるとやっぱ恥ずかしい、根本的には。でもあの、その萌えが、萌えなんていうのかな、それだとフィギュア持ってる人とか見て、うわかっこ悪いとか恥ずかしいとかいう気持ちはあんまりないかな。自分自身は恥ずかしい、少し恥ずかしいと思うぐらいで。もう最近すっかり世間的には一般的になってますからね。私はガルパンはまず戦車の、あの、もともとあのガルパンとか予告の映像があって、それ見る限り戦車に重点が置かれてるとは全く思えない内容だったんで。そうそう、小学生の音割れてる感じとは違いますかね。あ、あ、あ、ちょっとじゃあ少しだけ下げてみるか。あ、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 これで振り切ってないぐらいかな。ノイズなんですかね、よくわからない。 USB オーディオまた交換してみるかな。で、ちょっと待ってください。で、これは現在地がここ、ノースが、あ、大丈夫です。これから26号をの方に行こうとしてるんで、あそこを回避するためにこっちに来たような感じかな。うん、そうそう。今私はこう、その26の方に無駄勝手で右下の方に向かっていきます。小豆島スカイラインはさっき向こうの方に道がありましたけど、 18% のところです。あれはちょっとケーブルが、ノモンハンなんか聞きますね。なんかねじってみてもあんまり、何回も、まだ2回目ですよ。9年ぶりだったらいいんじゃないですかね。9年ぶりだからなんといっても。あー、ちょっと下りで寒くなってきた。こまめに、ん、淡路島と間違えたのはどれの話でしたっけ。よいしょ。ああ、おお、危ない危ない、落とすとこだった。小豆島の案内図、あ、そうだ、ついでにちょっと見とくかな。昨日あのフェリーターミナルでもらってきたやつです。やつ、もうすぐ屋形崎っていうとこで海沿いに出て、定年9年後、定年じゃないと思うけどな。あ、このあと道の駅ありますね。うん、一周しようとしてます今。まだ距離的に半分も来てないですけどね。で、宿がどうするかな。あの辺り宿ないかな。もう都の商工のとこに取っとくかな。そこも空いてるかどうかわからんけど。そう、手書き1日で、だから途中でちょっと泊まる場所を探したかったんですけどね。ウェブサイト、民宿の情報ないのかな。あ、売ってるチキンラーメン号の、いやいや、都の庄まで戻ってくるんじゃなくて、この坂手港、都の庄がこの辺り、左下のところで、私が泊まろうと思ってるのはこの草壁港とか坂手港っていうこの右下のところなんですよ。なんだこれ、すごいでしょ。今この辺りで、って見えるかな、今この辺りで左上の方、ここからぐるーっと回っていって
って、で、最寄りの宿があるところに泊まりたいんですけどね。あ、小さい。小豆島、小豆島。宿の情報はこれ書き込んでないよな、あんまり。ホテルっていうの書いてあるけど、ただホテルとしか書いてない。小豆。早いネット環境があったら検索できるんですけど、昨日もしやっときゃよかったな。水森塾とは、こまめ。一周ですね。厳密に全部海岸線回ったら100キロ超えるみたいで、私は今日は70キロぐらいの分で、で、その、さっき、宿の、地元、でもそこに着く頃にはもう、のっぴきならない時間になってますからね、のっぴき。のっぴきなるっていう表現もあるんですかね、のっぴきならないってことは。いやらしいか。あ、やっぱウィンドブレーカー前閉めなきゃ寒いな。もう少しでね、そこから海沿いにずっと行きます。今山の中走ってたのはさっき の通行止めを迂回するためでした。というのをライダーハウスで聞いてきて、のっぴきオカミ、のっぴきウルフ、あ、マイク、マイクを付け替えて、これでよし。あれ、よし。宿どうしよう、宿。どっかでまた座って検索して、でも早くやらないと1時間も検索してたら時間なくなりますからね。島の右半分が、東半分が小豆島町なんで、野宿、テント持ってきてないんですよ今回。あ、道の駅あと3キロ調べて、いや、一応自分で調べるつもりではいます。調べてくれなくても大丈夫。そこのところの自力でやるところを見せつけたいから。自力でやるって言って今セルフなんとかって言おうとしたけど、セルフうどんって言葉しか出てこなかった。セルフうどんですから。おー、初見さんいらっしゃいませ。あ、リゾートホテルは何かありますよね。自炊道具もないんですよ。ライハにもう一遍泊まるとなると気まずいな。オーナーさん散々言ってたからな。宿内、あ、そのあ、いや、自分で調べる。結局こういうこと言いながら調べてもらってるじゃないかとか言われないためにもうちゃんと調べるようにしよう。そう、 Do it yourself ですから、 DIY ですから、日曜のパパですから。高い、あ、やっぱそういうとこですよね。段ボールだけでこの季節いけるかな。お昼も食べてきました。めちゃくちゃうまいうどんでしたよ。また明日行こうと思ってるんですよ、都の商工から帰るんだったら。ホテル、やっぱりそこそこの値段のホテルになりますよね。あ、そうだ、ユースに電話して聞いてみると言ってもあるな。昨日の夜紹介しようかと言われて、いやいいですって言ったけど、やっぱり紹介してくださいって今電話するのありなしかな、ありかな。まあちょっと海沿いの日が当たる座れるところに出てからざっと調べてみます。下ってます。あれですかね、車庫だったら、何が嫌い、リゾートホテル、北のお日様、今日はですね、日陰はちょっと寒いかな。あり、いかんな、さっきの4400円だったかな、耳貸してしまった。ちなみにどこなんでしょうか。いや、本当に自分で調べようと思ってるんですよ。このところ、さっきの4400円のところ、いくらの、どこなのかな。
まあ、ちょっと気になってるだけですけどね。おしまう。どこから？私はあの家は住んでるところは横浜です。もう横浜ネタはやらない。向こうの海の方にあの養殖場みたいなのが見えますかね。めっちゃ、あ、でもそんな寒くないですよ。思ったほどは寒くない。予想してたほどには。これで島の北側に来たことになるのかな。横浜に住んでます。横浜市内に住んでます。いいですね。ん？診療船？診療？いて、なんか虫がぶつかってきた。私は今ほぼ止まってたのに自走できてないです。ん？横浜ですよ。当たり前じゃないですか。神奈川県の中で横浜以外のとこなんてもう東京都でいうところの都下みたいなもんですから。ん？ボルディ？ん？おじさわ。イエス、おしゃれ横浜。うおー、滑る滑る、危ない危ない。この辺りもまあ生活的には不便なこと多いんでしょうけどね。とか。都内ととかっていう分類ですよね、あれ。町田は区内じゃないからとかだな。ていうか町田神奈川県みたいなもんですからね。昔神奈川だったらしいし、本当に。あ、横浜市。横浜市むちゃくちゃ広いですよね。小豆島ロール、とかで、あ、そこで売ってるのか。小豆島ロール直売、この坂を下る、あそこでいらっしゃいますって書いてありますね。瀬戸のスイーツウェーブで、なんでスイーツプラスこの縫製業務やってるのかな。電波 FMLE が今ちょっとサーバーエラーで使えなくなっちゃってるんで、私の放送だとしょっちゅうそうなるんですよ。フィルターバグってなんだ。テントシート袋物プラスお菓子やってるんですね。まあ、多分娘さんとか息子さんとかがお菓子屋さんも一緒に始めたみたいな感じなのかな。もともとはその縫製やってる工場で、その敷地内で福田港のあたり宿はあるかもしれないな。ちょっとあのどっかで調べます。こんにちは。今は10度前半ぐらいだと思います。10度台の田舎の店で儲かるというのはなかなか厳しいと思います。多分、よし、ほぼ海抜今10メートル、ほぼこれで折り切りましたね。妹さんは今箱崎っていうところで、博多の近くの箱崎っていうところで店舗構えてやってますから、店舗構えてで、ツイッターの方で毎日の在庫を流し続けてますね。で、なんて、小豆島がなんて、お付き合い、まあそれは直接交渉してください。本人と。油屋、そう、箱崎です。小熊屋、ひらがなの小熊屋の洋菓子店です。ぜひお越しくださいませ。妹が儲かると、私は儲からないな。あとそもそもあの店舗構えてはいるんだけど、一人で作ってるだけの量なんで、あれって利益的にどうなんだろう。お、1525円。蛍光色の飛び出す看板と鹿人間、私は
帽子かぶった鹿人間。いや、まあそうですね、うん、新幹線で岡山か姫路に渡ってから、姫路和菓子屋、鹿人間がいました。鹿人間というか鹿なのか、あれは福岡ですか。でかかったですね。いやー、チョッパーって、私はあの漫画あんまり読んだことないんですよ。でもものすごい人気ですよね。今はそうでもないのかな。4時間、天気、今日は本当に天気が、トナカイなどいない、あれはサンタクロースのクリスマスの伝説だ。権利関係、どうなんでしょうね。小豆島石の絵手紙、島の秋祭り、八幡神社で年に一度の太鼓大奉納祭り、五穀豊穣を願って、あの掛け声がカタカナで何て書いてるかよく見えない。最後は多分ゲでいいだろうから、シャシャゲでいいのかな。そう、小豆島。おすすめの漫画、サイクル野郎。庄司正雄作。あれ、正雄でよかったかな。あとは漫画は、そう、本当に自炊して入れてます。捧げがしゃしゃげ、そういう意味ですか。捧げるの意味でしゃしゃげっていう書いてあるのかな、あれはカタカナで、しゃしゃげってカタカナで書いてありました。掛け声っぽいですけど、お役人、それはちょっと秘密なんですよね。 IT 系のお役人さんか。交通マナーが、よくてもあんま気づかないからな。筋トレ、サイクルやろう。ん？何が NG？ 食う？じゃないぞ。崖から落ちる。崖から落ちるは菩薩峠の時ですかね。戦車長、クルツはどれだったかな。クルツは戦車長じゃなくて、あの眼帯の人が、黒騎士の眼帯の社長さんはなんてだっけ。わあ、出てこねえ。鼻歌、なんだったっけ、あれなんで出てこない。最近あの盛り上がってるのに、あれ、出てこない。覚えてたら帰って。ビットマン、ビットマンはどれだったっけな。ビットマンはなんかイギリス相手にすごいことやった人でしたっけ。鼻歌、2倍速すると大丈夫だったんで、音程が違ってれば大丈夫だと思います。おう、ゆっくり、こんにちは。サングラスかけてパチンコを持った子供が、あれは一体なんだ。一応声かけたら応じてくれたけど、プロ棋士の大尉の名前が思い出せねえ。あのミラーサングラスかけてましたよ、子供が。なんであれ。この度しばらく録画してたんですけど、あまり見ずに、最近もうあんまり溜まっちゃったんで、一部消しましたね。少年パズ、そう、原文漫画、黒騎士の社長、あの主人公はなんて人でしたっけ。片目眼帯の、聞いたらあーっていうに違いないのに思い出せねえ。